まして、皆さんこんにちは。ありがとうございます。千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりと申します。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。本日はですね、こちらビナウォークのエビナのビナウォークのね、このステージをお借りして、ちょっと路上ライブをさせていただこうかということでやらせていただいております。こちらにね、名前が書いてあるんですけど、こっちの方がいいかな。はい、私千葉出身なんですけど、エビナは結構来ることが多くて、まあそれはなぜかというと、皆さんもご存知の通りエビナって音楽の街ですよね。なので、あのそこの橋の上のところの許可されている部分でちょっと路上ライブやらせていただいたりとか普段しているんですけれども、今日はこうしてね、こちらのビナオクさんに許可をいただいて、ステージでなんと3部制でやらせていただきますのでね、ちょっと多分そのうちそこの銀のポールのところにね、今日のフライヤーがあのくっつくと思うんですけれども、その3部制でやりますので、よかったらぜひ楽しんで聴いててください。ということで今日はですね、衣装を3部でチェンジしていこうと思うんですよ。そのなんだ、その各部に合わせた衣装をちょっと今日着てるんですけども、まあ、1回目のね、第1部に関しましてはちょっと女性アーティストのみの楽曲を歌おうかなと思って、ちょっとなんか女性っぽいじゃないですか、女性らしくないですか、なんかこの感じ、夏っぽさのね。で、今日のイベントが TY サマーっていう、題名なんですけど、サンキュー、センキューっていう T と Y を取って TY サマー、センキューサマーっていうことで、この夏ね、いろんなところに、まあ、行ったりとか、ライブもすごい詰まってたりとかで、すごい濃厚なね、夏を過ごさせていただいたので、そんな夏の締めくくりとして今日はね、皆さんと一緒に楽しんでいければと思っておりますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。では早速ね、今流れている曲なんですけれども、ソファーという曲、オリジナル曲になります。この曲を一発目に歌っていこうと思います。聴いてください。気を取り直して聞いてください。ソファ
とうございます。1曲目に披露させていただいたのがオリジナル曲ソファーという曲です。本日ねこちらの方でちょっと CD を貸していただいてるんですけども、そちらもねこの曲入ってますので、よかったら見てみてください。ということで、ここからはちょっとカバー曲を歌っていこうかなと思うんですけども、この第1部ですね、皆さんちょっとお楽しみがあるんですよ。私が絶対に歌わないような曲が最後の方に入ってるんで、あ、これだって絶対思うと思うので、お見逃しなくぜひぜひ聴いていってください。じゃあね、ちょっとそれまでは緩やかに壮大に歌っていきたいと思います。1部と2部はね、夏サマーな曲をねちょっと多めに歌っていきます。では聴いてください。家入龍さんの君がくれた夏。
ということで、ちゃんちゃんとね、路上ライブなんで今日は歌っていこうと思います。よろしくお願いします。大丈夫、あのすごい日差しが強いので、皆さんたっぷりお水とかね、アクエリアスとかね、あ、なんか宣伝みたいになっちゃうね、なんかスポーツドリンクが、スポーツドリンクとかね、あの飲んでいただけたら。え、ちょっと若干多分あっちの方とかはね、ほんのり影があるんで、しんどいなと思ったら影の方逃げていただいて、もう無理せず聞いていただければと思います。私はもう眩しくて目が全然明るいっていうのを見てました。もう目がこんなになってるんですけど、ちょっとね、晴れ女を発揮してしまっているようで大変申し訳ありません。あのちょっと元気よく、元気よくじゃないね、あの前半はちょっとしっとりめの曲が多いんですけど、歌っていきたいと思います。この曲はもしかしたら皆さん知らないかもしれないんですけど、私あの高校、中学生高校生の時に LDH の EXILE さんとかのね、あの事務所の E-GIRLS さんっていうアーティストさんがすごく大好きだったんですけど、その E-GIRLS さんのフラワーっていうグループがあって、そのフラワーさんが歌ってる太陽とひまわりという曲をね、ちょっとしっとり歌っていきたいと思います。好きになってしまう眩しく笑う太陽。
ございます。前すぎて全然こっち側が見えなかったら申し訳ないです、すいません。今ね、陰ってるから今大チャンスなんで、ちょっと次行きます。やばい、目がチカチカしてきた。多分皆さん動画撮ってくれてると思うんですけど、私ほぼ目つぶってると思う。大丈夫かな。じゃあ次の曲ね、ちょっと行きますね。次の曲は私の大好きな曲で、壮大に歌っていきたいと思います。聞いてました。本当にね、そんな曲をね、皆さんにも私がお届けできるようにまだまだ頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。改めまして、千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりです。今日はこちらのビナオークにてラジオライブしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。実はですね、10月にですね、ツアーを控えておりまして、
東京はですね、10月30日に神田明神ホールというところでね、歌わせていただく予定ですので、もしね、お時間あればぜひぜひ来ていただきたいなっていうのと、あと30日に関して配信もね、ありますので、よかったら配信でもご覧いただけたらと思っております。よろしくお願いします。では、次の曲はちょっと意外性のある曲なんです。大丈夫かな？頑張ります。一回も歌ったことないですね、この手の曲は。表情で多分 AKB48 さんのポニーテールとシュシュという曲を、すごい私このメロディーライン大好きなんですよ。ちょっとアップテンポで歌っていきたいと思いますので、もしよかったらクラップで一緒に楽しんでください。ありがとうございます。太陽が近づく気配、僕の腕から子供がえ、青い海波打ち際で君と会いたい、昔の水しぶき
レアレアなね、アイドルさんの曲を歌ってみるという挑戦をしてみました。なかなかね、私のキャラ的にもですし、なんだろう、歌ってる曲のね、感じからしてもね、ほぼほぼ歌うことがないんですけど、今日はちょっと夏最後だし、なんかバンってはっちゃける曲を歌いたいなと思って引っ張り出してきて練習してたんですけど、意外とあのね、歌詞じっくり聞くのね、深いんですよ。いいんですよ、ちょっと聞いてみてください歌詞とね、照らし合わせながらということで、次の曲でラストになります。最後はオリジナル曲を歌って第一部締めようと思います。今ね、ポニーテールとシュシュと来たので、私の夏曲といったらこの曲でしょうという曲をいきたいと思いますので、楽しんで聴いていってください。それでは最後に歌わせていただきます。君と夏を過ごしたい。皆さん涼んだりとかね、ご飯食べたりとか、無理か20分じゃねしてきてもらえたらと思います。ありがとうございました。いちかひかりでした。ありがとうございます。皆さんこんにちは、いちかひかりです。はい、この度いちかひかりライブツアー2022開催することになりました。イエーイはい、ということで、こだまする世界というタイトルになっております。10月2日 in 名古屋今池黒、10月9日 in 仙台誰も知らない劇場、10月16日 in 大阪フラー
神田ミュージンホールです。よろしくお願いします。